よっしゃー、行くぜー。頭をね、傾けたら、こう、方向転換するのよ。僕ね、鳥になってるんだよ、今。ねるるん、ゲーム実況。今日のゲームは、スチーム VR というゲームの、ぶつかって大丈夫？怖い。スチーム VR という、VR ゲームの、イーグルフライトです。オンラインマッチ対戦もあるんですね。チュートリアルは今やったから、フリーフライトも楽しそうだけど、ストーリーやっていこうかな。UBI ソフトというメーカーのゲームになります。今日はちょっとね、お試しなので、30分ぐらいを予定しています。暗闇の中、空腹と孤独を感じるあなた。暖かく、光のあるところへ早く行きたい。外の世界で誰かがあなたを待っています。あなたのお母さんとお父さん。はい。そして、お母さんとお父さんだって。これが兄弟。僕にも餌をくれ。あなたの家族。イーグルフライト。イーグルなのね。そう、僕イーグルなんだよ。長年パリを飛び回る両親は町を知り尽くしています。両親、あれがパパとママね。僕の。どの地区も活気に満ちています。捕食するもの、されるもの、暗がりや避難場所、いつかあなたもすべて知るのです。よいしょー。頭だけでね、動いてる。頭だけ傾けたらね、そっちに回るの。すげえなー。ルーブー周辺が大好きな象。川には魚が豊富にいます。ただ観覧車だ。のコンドルには注意。ゾウさん、イーグルって何？ワシ？タカ？自然に回帰しているのはかつての人間工学の証、エッフェル塔です。いや、これがエッフェル塔だって。今も長いですが、そこに巣を作れるのは鳥たちだけ。エッフェル塔でーす。加速。うん、怖い怖い怖い。え、こんなとこ通るの？うーん。ちょっと楽しいんだけど、これ。浮かしたのね、そう。ああ、僕置いていかないでー。加速。加速と、減速と、頭を傾けての旋回。しかまだ習っていないけど。よーし。みんな早いな。置いていかないでくれー。どこ行った？どこ行った？こっちか。いやー、低空飛行だな。ちょっと高いとこ飛んだ方がいいんじゃない？サクレクール寺院にたむろするカラス。狭い路地を使って頭脳で獲物と対抗し、捕食者を圧倒します。これがなんとか寺院。クマは丘の下の洞窟に行き、イエーイ、夜空飛んでるネルルンです。音量とか大丈夫ですか？この間を抜けてやろうか。快快快。パンテオンのアーチ道や石の天井はコウモリの避難所。
もうここはね、人間住んでないんだって、この町。密林のような植物園付近では、狼が遠吠えしています。狼。これか、これが狼っぽい。ノートルダム。いっぱいいる、いっぱいいる。ここはいつの時でも避難場所です。賑やかな通りにある安全地帯。ここがあなたの方。これね、この建物にバスがひっくり返ってるわ。チャプター1、旅立ち。これやばい、楽しいかも。L っていうのは左。これか。動物の支配下で、その壮麗さを保っているパリ。パリだってここ。ここの自然は美しく、そして荒々しい。荒々しい。ここがあなたの居場所。その羽を鍛えて、立派な白頭鷲になるために必要なことをじっくり学びます。マジか。で、どこに行けばいいの？何でも自由にできるってこと？パパとママがいないよ。皆さんカウントありがとうございます。ちょっとなかなか、読めないですが、カウント欲しい。ありがとうございます。ビームは新しいチャレンジの位置を指し示しています。よっしゃ。もうここに行けばいいのね。イエーイ、ちょっと酔う。くるっと回った時に酔いそうになる。ドーン。ここには一応ね、コメントは読めるよ。見てみましょう。ゾウとの遭遇。ゾウさん。ここはくぐれだって。木にぶつかるよ。ゾウさん。あ、早い早い早い。イエーイ。どう？怖い怖い怖い。早い、スピードが速い。頭だけで、マゾーさん頭だけで動かしてるからまずい。うわー、楽しい。いやー、怖い。狭いとこ怖い。そうそう。ほい。よいしょい。よいしょい。こっちか。早い早い。ただいま VR ゲーム実況中。頭を傾けてね。操作してるの鳥なんだよ、僕は足なんだよ。シマウマ。なんかいる鳥。バシャバシャーってなってる。はいはい、上昇中。ソングイージーモードね、これがね。次はチャプター2。
あなたにも安全な住まいが必要です。うん、住まいが必要。宿内の羽を集めて良い巣を作りましょう。なんか今度はお昼だね。お昼カリーチューンを探索して羽を集めよう。よっしゃ、羽ね。どこであるか全然見えないけど。ヒントなし？ヒントなし？お、これか。イエイ。あるあるある。見にくい。できるっていう感じ。狭い、怖い。だーん。おっと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 。よいしょい。この爽快感。空を飛んでるんだよ、僕は。傾けたらね、曲がるの。よう。たたたたた。なにこの三角の建物。ここはもう人が住まなくなってしまったパリですね。よい。あと何個？かも。なんかありそうでないんだよな。これむずくない？よーし、あえて下の方に行ってやる。うい。あるかな。なんかあるよ。違った看板だわ。来い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 。上行こう。
してあの寺院のところに行ってみようか。コメントはちゃんと見えるようにしたよ。ね。今何時？時間。じゃあ、次のチャプターやったらちょっと一旦終わります。今日ちょっと夜お出かけしないとダメで。楽しいぜ。収集アイテム、街中にある羽を集めることができるようになりました。イエイ。ちょっと酔うな、やっぱり。まっすぐ飛んでるときは酔わないんだけど。新しいチャプターとチャレンジをアンロックしましょう。スターを獲得して、スター？え？ L を長押しして、チャレンジを確認。あ、なんかいっぱいある。これがクエストみたいなやつで、これがメインストーリー。なるほどね。ちょっとあえて行かないで。これはロックされてる。いろんなクエを受けることができるんだ。で、左の、何をして、これか。エッフェル塔。おう。なんか押して確認しろって書いてあったけどな。うんよ。とりあえずメインクエ行くか。のはこれで確認できたってことか。ノートリダム。よっしゃー、次のクエ。今回の配信ではこれがちょっと最後になります。この地区のトンネルを探検しましょう。トンネル。風が心地よく、あなたの羽を吹き抜けます。どれだけ早く止めるでしょう。ジェット気流を利用して高く飛びましょう。おい、クマさん。僕はワシだからね。ワシも強いよ。うん、狭い。狭い狭い。なんでこんなとこ飛ぶのよ。ああ。イエーイ。今日は。うん。うん。当たっちゃった。墜落しました。え、ちょっと待って、見えない。何も見えないよ。当たったらダメなんだ。こんな狭いとこで無茶だよ。うんうん。頭がフラフラする。あ、鹿だ。待って、怖い怖い怖い。うん、狼だ。フラフラする。いやーすごい。
ゾウさん、クマさん、怖い。ジェットストリーム。道こっちに来ちゃったけど大丈夫かな。はい。わ。うわわ。どこまでが当たり判定なのかもわからんな。狭いよ。もっと広いとこ飛ばしてよ。しかない。どっちどっちどっち上か。これ駅の中じゃない？いやークリアー。クミさんパチパチ、ありがとうございます。星一つの縮小。18時5分ぐらい、ありがとうございます。制作さん、時間のお知らせありがとう。もっとやりたい。このね、やっぱり広いところを飛んでるのが楽しいっすな。このギリギリ狭いところとか飛べるのかな。気分旋回来い。何もクエストとかなしで飛んでるのも楽しいね。ルーブル、羽だ。羽を取ったらいいんだっけ。このチャプターをアンロックする。まだアンロックできてないんだ。ちょっと待って、もう一回やっていい？最後って言ったけど、まだやりたい。次が最後ね。いくぜー、ボーン。この地区のみんなにあなたの機敏さを見せつけましょう。機敏さね。この周辺の空はあなたのもの。そうそう、僕の機敏さをね。ここはね、人が住まなくなったパリです。そこで僕はワシとしてね、生活をしております。まだ生まれたばっかり。カラス、ヒュってこの、急降下するときとかね、ゾワってなる。めっちゃ機敏。わしは強いからね。カラスなんかに負けねえぜ。早い早い。怖い。操作をね、覚える必要がないから楽ですね。頭を傾けるだけ。すげえな。今のゲームはすげえな。爽快感がすごい。狭いところだ。パオーン。ピエン通り越してパオーン。あ、道もあった。引き返してください。間違えた。しまった。チャレンジを離れました。やり直し。道を見失うか。ガオー。カラス味覚ね。ほいほい。あまり喋りながらだったな。でも喋らないと実況じゃなくなっちゃう。ほいほい。ゾウさん、こんにちは。ご機嫌うるわしゅー。おい、ほくな、
ここで道が、え、こっちか、ほら道がわかんない、こっちか、うん、見えない、面白い、面白い、とっとっと、面白い、しかな、自然がすごいね。体がすごい変な体勢になっていく。よっしゃい、行くぜ。道に迷わないように気をつけないと。道というか空？空に迷わないように。ほい。ほい。すごいすごい。この下通れる？もう怖い。夜空を自由に羽ばたくわし、わしにルルン。なんとだ。うははは、よう。どこ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 。体がすごい無理な体勢になってきた。体を傾けるんじゃなくて頭だけを傾けるようにしないと。あら、待つ、迷った、迷っちゃった。あおう、よし、浮きできたかな。あ、ダメだった、ダメだった。ゴール見えたのに、今時間切れです。制作さん、ナウありがとうございます。時間切れとかあるんだ。ちょっと待って、これだけクリアするわ。あのスピードアップ使えるんでね。スピードアップ使ってなかったから、さっきまで。スピードアップを使ってこういうところでね。ほら、さっきより早いよ。怖いけど、めっちゃ怖いけど。おい、早い早い早い。いやー、キャッハー。ずーっと加速しっぱなし。怖い。ちょっと一旦スピード落とそう。よーし、イエーイ、うっとっと。あ、通れなかった。通れなかったらペナルティあるのかな。時間がな、あるかはな。すごいすごいすごい。この早く、速度速くしたら爽快感がすごい。え？うん。か！変な声出た。変な声。ぐぎゃーって。この地区のみんなに、あなたの機敏さを見せつけましょう。クリアできなかった。この周辺の空はあなたのものです。さて、これだけクリアしていい？悔しい。グギャーってなった。もうだいぶ道も覚えたし、スピードも最高速で、駆け抜ける。あ、おい。意外にむずい。一回墜落したらアウトか。リアルの鳥って見つからないのかな。急降下。あら、びっくりした。
したらダメなんだ、狭いところではね。ぶつかっちゃう。え、どっち？ここ、ここ危険。よっしゃ、加速だ。よし、いけるんじゃない？え、ここ危ない。うん。うん。よっしゃ、抜けた。狭いところを走る、飛ぶのはってことか。わしの子、ついに子供になりました。赤ちゃんだったのがね。イエーイ。ちょっと自由気ままに飛んで終わりにします。イエーイ。このゲーム楽しいけどよ。ここはね、ここは人が住まなくなったパリです。ね、そこに僕はワシとしてね、君臨しているわけです。頭をね、傾けると曲がれまーす。ゾウさんとかね、あ、キリンだ！キリンさん、こんにちは。ゾウさん、キリンさん、クマさん、あとなんだっけ、オオカミとかがいます。だいぶ飛び方にね、慣れてきたね。これがエッフェル塔です。エッフェル塔上まで行けるよ。あぶエッフェル塔。え、このエリアはやぶさが守っています。だってそう、これね、実はあの縄張りを広げていくようなゲームなんですよ。だから今は他の縄張りのとこに行っちゃったからね、あの警告が出たって感じですね。で、オンラインマルチプレイも可能で、ね、みんな、ワシになって、それぞれ、その、何？縄張りを競い合うみたいな、ものなはずです、多分。あるいは協力のクーププレイとかもあるのかな？ちょっとね、旋回するときによく取れるかな？いやいや。本当に酔ってきた、本格的に。わあ、綺麗。眩しい。夕日が眩しい。うん、ここ何？
が枯れてる。どうやったら割れるのこれ。終わるよ、もう終わるよ。終わり方わかんねえ。終わり方わかんない。え、巣に戻る。巣に戻ってみようか。あ、タイトル画面ですわ。なるほど。ネルルンゲーム実況。違う。ネルルン VR ゲーム実況。今日のゲームは、イーグルフライトのチャプター3まで、3まで行きました。とても面白そうなゲームです。今後もぼちぼちやっていきますので、よかったら、フォロー、ショールームの方はフォロー、YouTube の方はチャンネル登録をお願い申し上げまーす。それではね、今日のゲーム、今日の配信は、これで終わっちゃおうかな。ちょっと待ってね。コメントを見まーす。こんばんねるるん。ゲームしてるじゃないですか。イエス。イエス、アイアーム。私はオートレース。あ、オートレースってあれじゃない?競馬みたいなやつだよね。かけるみたいな。ちょっと読むな。これを一旦。うまく操作できない VR だから、今僕の目の前にはデスクトップ画面表示してるんだけど、操作方法がよくわからんな。内緒内緒ね。勝てるといいですね。あー、ちょっと疲れた。疲労感もすごいね。このゲームね、このゲームなんと660円、今スチームでね 75% オフセールの対象のゲームなので、660円でこのゲームが楽しめるっていうお買い得です。期間限定ですけど、ぜひ買ってみてください。よーし、それじゃあね、終わりますね。終わり方わかんないな。ちょっと待ってよ。このゲーム内で、操作ができれば、一番良いんだけど、もう終わりなのに、うつにるる。そうなんです。今日ちょっとね、これのお試しだったんですよね。あー、操作できないっぽいな。画面表示だけか。よっしゃー、お疲れ様、ありがとうございます。それでは、今日はちょっと夜配信できないかもっていう感じです。明日はゲームとかいっぱい配信をしていきます。明日は日曜日ね。うん。また明日お会いしましょう。和式 VTuber の配信ネルでした。またお会いしましょう。バイバーイ。それでは終了。3秒前。3、2、1、どーん。バイバーイ。